ローソンチケットをご覧の皆様、こんにちは。クリス・ケンジを演じます山崎重則です。まあ、私が演じますのは劇団荻窪悠々演劇社という、あの本当に素人の寄せ集めのどうしようもない劇団の座長の役なんですけれども、またこの座長がですね、どうしようもないやつでして、毎回公演がうまくいかないといった、こう悪せく四苦八苦する姿をですね、あの望むと望まぬとにかかわらずこうついつい出してしまうというような役でございます。そうですね、前作はまあこういうこと言うのもなんかやらしいかもしれないけど、まあ受けましたよね。まあ受けましたね。割とね、あんまこう辛口な方々もですね、なんかこう面白かったよっておっしゃってくれますし、ね、なんか劇場の雰囲気も、まあ、お家でテレビを見てるかのような本当に笑い声がたくさん聞けまして、まあ多分もう何より作演出の大倉さんの力だと思うんですけども、まあ、大倉さんの演出がですね、また的確なんですよね。話が早いんですよ。これ違うな、これ受けないなと思ったらもうすぐ変えますし、まあ、それに対応する役者も、まあ良かったのかなという、まあ、まあ思いますけど、まあね、まあこうしてね、第2回、ね、続編できるということはやっぱね、それなりの評価があったのかなと思っておりますという次第でございます。はい、もう本当見どころはですね、また我々拙い劇団員たちがですね、もう本当に汗かきながら、もうなんとかお芝居を成立させるために頑張るぞと。しかも今回はですね、一つあの裏設定といいますか、舞台に臨む意気込みがまたね違うわけですよ。前作を見てくださった方は分かるかもしれませんし、見てない方も楽しめる、ちょっとあの人生の節目といいますか、まあ私事ではありますけども、あのちょっとね、あの何ていうんですか、あのちょっと戸籍を変更するみたいなね、ちょっとあの作業を最近しましてですね、まあ、その人生の節目って大事じゃないですか。そういうところに今回はですね、皆さん立ち会っていただくということになっておりますので、そこも見どころかなと思います。2作目に対するハードルは上がってると思いますし、前回と同じことをしても喜んでいただけない、楽しんでいただけないと思いますので、前回以上に稽古場から汗をかいて、いっぱい恥をかいて、より面白いものを作るために頑張っていこうと、本当にあのチーム一丸となって、ただ本当に寄せ集めの集団ではありますけども、と我々も一つの劇団なんだという気持ちでやっておりますので、頑張ります。崩壊シリーズ Remember Me は2017年4月より東京ほか各地にて上演いたします。ぜひ近くの劇場に皆さんお越しください。お待ちしております。